元気でしたか？私は元気。元気です。お疲れ様でした。ありがとう。みんなもお疲れ様です。元気が一番。あ、すごいキラキラ、ありがとうございます。くまさん、かわいい。天使だ、かわいい。ありがとうございます。こんばんは。お、いっぱい。さて、はじめまして、ありがとう。いつも可愛いけど今日のビジュ最高。本当ですか？嬉しい。なんか最近髪が伸びてきて、可愛いねってよく言ってもらえる。嬉しい限りです。この前波動見に行って嬉しい。ありがとうございます。波動そう勝ったよ、この間は。そんな感じで今日の配信はですね、64枚目シングルの期間が始まるってことで、次の握手会とかお話し会できるお洋服を皆さんと決めたいという配信でございます。やった、配信見れて嬉しいです。ありがとう、来てくれて。もう準備満タン、ペンも用意した、メモするために。そう、横浜撮りました。嬉しいね。握手会楽しみですね。握手会のお洋服とかを決めていきたい所存。そう、優柔不断だからもうとっととテキパキ皆さんと一緒に決めていかないとと思って。そう、あ、嬉しい、申し込んだよって、ありがとうございます。嬉しい。そう、早速だけどお洋服を決めていこうと思います。4月握手行けて嬉しかった、ありがとう。あ、そう、今日 HKT さんのねコンサートだよね。行きたかったな。渋谷でやってましたね。いいな。初見です、ありがとう。そう、とりあえず今は一番最初に会える日、6月29かなと7月13がおすすめです。おすすめですとか言って。そう、何の洋服着ようかな。何がいいと思います、何がいいと思います。ちょっと一緒に決めたいので、着てほしいお洋服とか、なんだろう、髪型、やってほしい髪型とかあったら。そう、オンラインだとやっぱ髪型とかが割とメインっていうか、服全部は見れないかなって思って。そうなんですよね。え、お揃いもしようと思ってる。ユナとね、お揃いしたいねって話してたから、ユナとしたいな。ね、あ、浴衣着たい。確かに夏、夏は浴衣着たいよ。髪型とかアクセサリー、ユナちゃんと、そう、ユナさえでお揃いしたいねって話してたの。なんか前回は部が合わなかったか、なんかもう決まっちゃってたのかな。で、なんか前回したかったのにできなくて、だから今回しようって言ってるの。あ、そう、でも髪型はね、研究生だからね、そう、外羽とかはできないんだけど、そう、でも結んだりとか。え、汗がちびまる子ちゃんするのか迷ってた、本当に。え、汗とちびまる子ちゃんもありだけど。どうしようかな、どうしよう、どっから決めてこう。でまずはなんか、まあ先の部は、先の方は自分で決めてもいいしって感じ。あ、かカチューシャね、カチューシャありよ。カチューシャはこの髪の長さでもできちゃう。チャイナドレス、うん、どうしよう。浴衣はでも絶対着たいですね。いつだっけお話し会とかって。まず6月29、6月30で会って、7月じゃなくて8月か、次が8月10いくつだったかな。ね、浴衣は8月がいいかな、夏っぽくて。8月って夏祭りの季節
ポニーテール、あ、7月だよ。ん、高めツイン、髪の長さが足りないツインできないよ。私髪短いっていうかボブだからさ、ツインテールだってここら辺ではできない髪が足りないよ。あ、麦わら帽子確かにしてみたい。あ、7月13、14、8月24、25、たまちゃんやる。短いツイン、短いツインあり。じゃあ短いツインしよっかな、どっかで。くまちゃん、あれタワーですかこれは。ん、くまタワー、これ、あれ、わかんないな、ちょっとわかんない。くまタワー、クマタワーってどれ？クマタワーってどれ？うん、見つからんぞ。まことさんか！まことさん、クマタワーありがとうございます。クマ、短いツイン、トトロのメイちゃんみたいえ、じゃあ短いツインしよう、どっかで。どこがいいですかね。オンラインがいいよね、髪型はね。さえもそう思ってる。リボンつけるありですね。で、オンラインが6月29、30と8月11、12とかですっけ。10いくつだっけ、忘れちゃった。そこをメモしとかないとって話ですよね。課長者ね、課長者やりたい。ここにいて短いツインの麦わら帽子、めいちゃんすぎる。あ、10、11、ありがとうございます。髪型、あ、9月14、15、ありがとうございます。おー、よいしょ。どうしようかな、ポニーテール、短いツインテール、麦わら帽子、カチューシャ。ポニーテールもさ、ポニーテールっていうほどの長さがないんだよね。ただの一つ結びみたいになっちゃう。でも結ぶのはありです。ワンちゃんの尻尾確かにポニーじゃないえ、結びたいな。ツインテールいつしよう。まあ、ハーフツインね。ハーフツインもこの間すごく好評、ありがとうございます。ポニーもあり。今のめっちゃ可愛い、本当嬉しい。これ前から見たらでもさ、何も見えなくなっちゃう。じゃあ確かにツインどうしようかな。髪型、ポニーテール、ツイン、ハーフツイン。どうしよう。でも現地、もうやばい、本当にこうやってやって決まんないんですよ、いつも。もういつも優柔不断で、このままじゃ今日も決まらないコースだよ、どうしようね、前もこんな感じだった、やばいよ。大丈夫だよって、ありがとう。まず直近のから決めていきましょう行きましょうとか言ってね、行きたいなと思います。ハーフツインでピンク系のお洋服あり。あ、投票してみたら、確かにね。じゃあ直近は6月29、30なので、でも6月29が本当に一番最初のお話し会。でも逆に最初だから、なんていうの、あんまし、どうしようじゃあ
オッケー、じゃあ投票にしますわ。6月29の髪型ね。6月、待って、どれが何かを言わないといけないから、最初はノーマルありだよね。最初はノーマルもありでも6月29日じゃあ6月29日はあれにしますね。髪型はそのままだけど、なんかアクセサリーをつけたいです。じゃあ6月29日の、髪型も変えた方がいい。じゃあ髪型変える変えないで1番2番ねそっから投票するっていう。カチューシャ、アクセサリー希望。え、なんか待って、できない、あ、できた。カチューシャ、カチューシャにするか。6月29じゃあ6月29カチューシャがいいと思う人かな。はーい、オッケー、いいんじゃない、ユキユキいいよ、だって、あ、優しい、みんな丸、カチューシャ似合うからなって。あ、やった、カチューシャあり、オッケー。じゃあ6月29日カチューシャで決まったー、決まりー。6月29日はカチューシャ。はい、もうね、こうやって決めていったらすごいいい感じな気がする。カチューシャはーい。次、6月30日、じゃあ6月30の髪型をは変えます。よし、勢いで決めていこう。じゃあ6月30の髪型、じゃあ2択ね。1ポニーテール、2ツインテール。はい、もうこれで投票してもらいます。急に急にテンポ上がってきたけど、はい、6月30は1ポニーテール、2ツインテールです。1ポニーテール、2ツインテール。でも確かにエブリデイカチューシャ、6月29カチューシャからの30ポニーテールとシュシュありですね。割れてる、確かに。1ポニーテール、2ツインテールです。投票してください。え、でも、まあ、別にその日やんなくてもします、次じゃあ6月30のとりあえず今決めてます。いいですか、終了して。じゃあ投票終了しますよ。いいですか、5、4、3、2、1、終了。あ、僅差で2が多い。ありがとうございます、皆さん投票を。ということで6月30日はツインテールになりました。やったー、僅差、めっちゃ僅差。じゃあポニーテールはちょっと次の機会、次の機会ってかまた別の日にしますね。ツインテール、ツインテールできるかな。まあちょっと子供っぽくなっちゃうけどツインテール決まり、最強ツインテールね、すごい勢いある、ありがとう、テキパキ決めてく、最強ツインテールね、6月30。でもツインテールもそしたらおすすめだな。オッケー。はい、じゃあどうしよう、どうしよう、次は握手会決めようかな、一番最初のね。全部おすすめなんだよ、もちろん、それは全部おすすめ。サクサク決まり始めた、よいしょよっしゃ、よし、ツインはレアなのでぜひ来てください、30日も。じゃあ次、7月13と7月14の握手会のお洋服とかを決めていきたいと思います。成長してるね、やった。
全部行きます、嬉しい。7月13、7月14、浴衣はやっぱり見たい。浴衣8月、え、でも確かに浴衣7月に着ちゃうのもありだけど、でも8月にしようかな。どうしよう。でも今のところ7月13が一番最初に会える機会なので、7月13を皆さんが見たいのにしようかな。幼稚園児の服装して、幼稚園児、赤ちゃんとかだってみんなめちゃ赤ちゃんって言うやん。確かに麦わら帽子ワンピース、うん、あり。爽やかポニーテールハーフツイン。でも7月13は一番最初なのでシンプルめなのがいいかな。赤ちゃん見たい赤ちゃん見たい。どうしよう。赤ちゃん、赤ちゃんいいねってめっちゃ来てる。赤ちゃんにしようかな。7月13赤ちゃん、最初から赤ちゃん、まあ大人になってくみたいな系にする、系にするとか言ってまさかの赤ちゃん。王道にワンピースね、ワンピースもあるよね。赤ちゃんって何よね、しかも赤ちゃんって何ですかというか赤ちゃんって何、幼稚園のやつですか。成長過程見るのはあり。そうしようかな。じゃあちょっと握手会を通して成長を見せていくよだれかけは違うでしょ。赤ちゃんってなんだろう。普通に幼稚園の格好かな。どうしよう。今が赤ちゃん、ん、赤ちゃん、赤ちゃんじゃないよヘッドドレスね、確かに赤ちゃんっぽい。幼稚園の服よ、あ、コスプレしなくても赤ちゃん、嘘でしょ。じゃあとりあえず、じゃあもう7月13みんなそんなに赤ちゃんみたいな、赤ちゃんにしますか赤ちゃん、いいか。おだってちょっとみんなが見たいって言うから、じゃあだからだんだん大人になってくにしますね。赤ちゃんでいい。じゃあどうしよう。最初からね、それのスタートそれでいいのかな。まあいっか、まあいっかとか言って、赤ちゃんっていうか普通に幼稚園ぐらいでいい。どうしよう、決まんないな赤ちゃんってちょっとコンセプトがよくわからないので幼稚園ぐらいでいいかな。だんだん大人になってく、最後はおばあちゃん、投票で決める。どうしよう、どうしようかな。どうしよう、幼稚園からにしますか。2日目でいい、確かにね。決まんないこのままじゃ。正統派、確かにね。初日はオーソドックスでいいんじゃない。初日はじゃあ普通の服にしようかな。初日は正統派、確かに。じゃあ可愛い私服、可愛い私服にします。お、待って、びっくりした、なんか今音入っちゃった。ちょっと大丈夫かな。いっか、あ、ごめんなさい、なんか急に。 OK、 じゃあ初日はかわいい私服、ごめんなさい急
急に音が大丈夫かな。はい、初日は私服で行けて、次7月14日は何がいいですか。赤ちゃん、それこそ赤ちゃん、パジャマあり、確かにそっちは赤ちゃんはあり、オッケー。その日は行きます。普通のやったら他にいろいろ置いていける。2日目は代わりだね。どうしようかな。じゃあ7月13がもう私服で、普通の完全に普段の可愛い私の可愛い服で行けます。で7月14は幼稚園にしますか。どうしよう。どうします。それでいいかな。了解。勝負服ね、可愛い。でも可愛いお洋服用意しておきます、夏の。それでいきます。じゃあ幼稚園、7月14幼稚園、うん、いいんじゃない。決まってきたよ。いいよ、だって優しい、みんないい調子。そんな感じで決定。あ、撮ってきます、ありがとう。テンポいい感じ。次が8月10、11とかだけど、どうしよう。全部決めなくてもいい気はしてるんだけど、あ、でも8月の握手会は浴衣着ます。8月24浴衣にしようかな。浴衣握手会、じゃあ8月まで決めよう今日。うん、8月まで決めよう。あ、高校野球チアリーダー風、うん、なるほど。夏らしいのでお願いします。じゃあ24浴衣決まり。浴衣25どっちにしようかな。25何にしよう。マネージャーとか、マネージャーさんの格好ってなんだろう。マネージャーさんの格好って何ですか。ジャージ、チアリーダー、チアリーダー、ジャージ、あ、でも確か24浴衣だから25私服もありかも。どうしようかな。バスケ、バスケの服ってなんだろう。迷うな。でも夏の私服、25も私服でもありだけど、また決まんなくなってきた。文化祭どういうこと。ここらで麦わら言っとく。麦わら帽子、私服で行こう。じゃあ25私服にしようかな。夏っぽい私服、
麦わら帽子に夏っぽい私服？どうしよう。麦わら帽子に私服に、麦わら帽子にワンピースとかにします。夏っぽい感じの。うん、決まり。白のワンピース、ありありあり。ワンピース、うん、いいんじゃない。麦わら帽子にワンピース、いい感じ。じゃあ8月のオンライン決めたらいいと思います。ワンピースに帽子いいな。だってよっしゃよっしゃ。今から楽しみだって。楽しみ。どうしようかな。8月10日と11日のオンラインのを決めたいんですけど、でもオンラインだから髪型にしようかな。一緒に決めるの楽しい。でももう一緒にっていうか決めてもらってるけど、めっちゃありがとうございます皆さん。ポニテ、今度こそポニテ、ポニテしよっかな。あ、ユナとお揃いいつしよう。ちょっとでもユナに聞いてみないと分かんないから、ちょっと未定で。でもオンラインでもいいか。お揃いは握手の方がいいかな。ハーフアップも可愛い。ポニテみたい。どうしようかな。8月10日参加します。ありがとう。じゃあ8月10日ポニーテールにしよっかな。どう？8月10日夏だからポニーテール、どうですか？賛成。いいねいいねいいね。じゃあ8月10日ポニーテール、やったー、決まったー。ポニーテール髪、でもその頃には切ってるかもしんない。またちょっとわかんないけど、とりあえずポニーテールしますわ。短いポニーテールになっちゃうかもだけど。そう、そんな感じね。涼しくなりそう。順調だねって、やった。じゃあ8月11日はどうしよう。8月11日はその日の気分とかにしようか。どう？うさぎの尻尾くらい短すぎ。レアかも。お楽しみで。じゃあ8月11日はまあその日のお楽しみっていうことでね。なんかその時に着たい服とかあるじゃん、きっと。ってことで秘密にしときます、その日のお楽しみ。じゃあ今日はそこまでね。8月まで決めたからよしとしよう。グッドグッドグッド。うん、どうですか。じゃあ決まったところ言いますね。まず一番最初のオンラインお話し会、6月29日がカチューシャ、カチューシャつけます。そして6月次の日、6月30日が最強ツインテール、最強ツインテールです。6月29と30がそんな感じ。今は一番最初にある6月29日がおすすめです。カチューシャします。次、7月13日の握手会が私服、可愛い私服です。楽しみにしててください。あとね、今回から手袋なし握手会が始まるということで、初の、そう、初めてなんですよ私。だからドキドキしちゃうけど、でも7月13日は初握手、うん、握手なので楽しみにしててください。うん、でその次が7月14日が
幼稚園幼稚園します。珍しいと思う。幼稚園しちゃうよ。そんな感じ。幼稚園だけ明らかに浮いてる確かまあまあそういう日もあるっていうことで、7月14日もあります。でその後が8月10がオンラインがポニーテール。幼稚園だけ不思議。確かに幼稚園やめた方がいいかな。どうしよう。それか9月とかにするか。どうしよう。でもみんな見たいって言うからさ、どうしよう。大丈夫？変化球でね、たまにね、幼稚園はいいかな。どうしよう。あ、一つの部だけ？どうしようかな。勢いが大切。どうしよう。迷うな。確かに一つの部だけにしようかな。確かに。7月14の部が多分4部からなんだよね。でもどうしよう。4部だけとかにしたらどうですかね。多分4678とかだったの。4何部だっけ、忘れちゃった。4578。でも着替える時間がさなかったりするんだよね。じゃあ4部と5部だけとかはどう。7部8部だけか4部5部かだけだったらどっちがいいかな。4と5ありだよ。いいですか。じゃあ4部と5部だけにしようかな。じゃあ幼稚園で、その後は私服かなにしようかな。7、8分の方が来てくれそう。どっちがいいんですかね。でも4部5部にしようかな。私服も来てほしいし、7、8部は私服、4、5部は幼稚園で行きます。うん、オッケー。みんなありがとう、一緒に考えてくれて。それでいいのではないでしょうか。1日で2度おいしい、やった。それでさっき言ったっけ、8月10がポニーテール、11はその日の楽しみ、8月24が浴衣、8月25が麦わらのワンピースで決まりー。やったー、全部行く。ありがとう、いい感じ。パチパチ、ありがとうございます。皆さん一緒に決めてくれて感謝、感謝です。ありがとう。ふん、それで今日は決定にします。やった、ありがとうございます。サクサク、サクサク決まった。サクサクでもなかったけど、まあちょっとサクサクした、前よりはねじゃあ今のおすすめは、今一番最初に会える6月29のカチューシャと7月13の私服です。ってことでみんな待ってるよ、待ってるよ。サクサク、オッケー、いいですかね。そんな感じでいっぱいありがとう、みんな待ってます。待ち遠しいね。ね、でも6月だからまだ、でもそうね、意外とすぐ来るかな。
と思うので待ってます。いっぱい会いに来てね。ありがとう。来てね。はい、そんな感じで決まりました。行く日が選びやすくなった。ありがとう、全部来てね。9月も行く、ありがとう。あ、やばい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 、またなんか言ってる。え、これなんで急になんか喋り出すの、怖い怖い、心霊現象、怖い怖い、ごめんなさい。大丈夫かな。そんな感じで、ではよろしくお願いします。そうね、あとね、まあそれだけじゃなくて、ちゃんと皆さんに伝えておきたいなって思ってるのが、すごい応援してくださったり会いに来てくださったり、本当にいつも嬉しくてありがとうっていうのを改めて伝えたいなって思って、そう今回64枚目も選抜には入れなかったんですけど、でもこう、前回よりもよりこう悔しいってちゃんと思えた気がして、今回はっていうのはやっぱ自分がこう自分なりに頑張って出る、なんか前回よりも頑張ったなって言えるようになったなって思ってて、でもそれだけじゃまだまだ足りないっていうのもすごいわかるし、皆さんがこう一緒に悔しがってくださるのも嬉しいけど悔しいし、だからこそこうもっと成長して、もっとこう皆さんと一緒に喜びたいなって思うので頑張ります。そうなんか、ありがとうっていうことです、とにかく。そういつもありがとうって思ってて、これからそうもっと頑張るから、なんか結構ポジ私がポジティブだし、あんまり弱音を吐いたりするのが得意じゃないから、なんか皆さん的に何だろう、こう何だろう、なんて言えばいいんだろう、でも皆さんがすごい支えになってるくださってるっていうのはすごいあって、だからこう見えてもちゃんと悔しい思いもしてるし、悔しい思いもして、なんて言うんだろうな、なんかたまにこうやっぱりううってなっちゃうこともあるんだけど、それでも皆さんがいるから頑張れるから、これからも一緒に頑張ってもらえたらなって思います。一緒に頑張ってもらえたら、違うな、私の頑張るのを見て笑顔になってほしいし、元気になってほしいし、頑張ります。言葉が下手っぴだけど、ありがとう、いつも本当に伝わってます、応援ありがとう。一歩一歩ですね、着実に進んでいきたいと思います。はい。ポジティブなんだよね。でもね、頑張るよ、もっと、ありがとう。ね、そうなんか握手会に来てくださる方とか、公園でも金色持ってくださってる方とか増えたのが嬉しくて、でも一人一人が大切なので、よりこう皆さんともっと向き合って手を取り合って、もっとね元気を届けられるようになりたいと思います。ありがとう、パフォーマンスいいねって嬉しい、ありがとう、もっと頑張ります。友達も最近気になって嬉しい、ありがとうございます。みんなにもっとパワーを届けるぞい。
そんな感じ。無理だけはせずにねって、ありがとう。もちろん、でもこれからも上を目指していきますんで頑張ります。ありがとう、決意表明そう、でも感謝をちゃんと伝えたいなって思って、改めてだけどありがとうございます。お洋服も一緒に決めてくれてありがとう。優柔不断だからみんながいてくれて助かります。本当にみんながいないと無理だよありがとうね、楽しみですね。ということで、お話会、握手会楽しみにしてます。公演もいっぱい出て頑張りますんで、ぜひいっぱい会いに来てください。これからもよろしくね、みんな、よろしくお願いします。ありがとう、ありがとうございました。そんな感じで今日の配信はここいらで終わりにしようかなと思います。ランキングを読もうかな、ここいらでね、ランキング読みます。13位あっくんさん、ありがとうございます。12位そうやさん、ありがとうございます、ありがとう。11位わかなさん、ありがとうございます、ありがとう。10位こうきさん、ありがとうございます、ありがとう。9位まゆゆさん、かみよしさん、ありがとうございます、ありがとう。8位食パンさん、ありがとうございます、ありがとう。7位こうじさん、ありがとうございます、ありがとう。6位トミーさん、ありがとうございます、ありがとう。5位よしあきさん、ありがとうございます、ありがとう。4位てんちゃんさん、ありがとうございます、ありがとう。3位まことさん、ありがとうございます、まことさん、ありがとう。2位ナーラブさん、ありがとうございます、ナーラブさん、ありがとうございます。そして1位がドイツメロンパンさん、ありがとうございます、ありがとうございます。皆さんもコメントいっぱい、お洋服も決めてくださってありがとうございました、ありがとうね。また配信もできたらなと思いますので、ぜひお待ち、お待ちください。ん、楽しみにしててください、ありがとう。ではでは、寝ますかねありがとうございました。あ、そう、まとめたの、お洋服まとめたのも明日とか、わかんないけど、SNS とか載せたらな、載せれたらなって思うので待っててください、ありがとうね。夜遅い時間に来てくれてありがとうございました、お疲れ様です、ありがとうね。じゃあ切ろうかなと思います。ありがとうございました、ありがとうございました、おやすみなさい。